まことゆうきゃんの明日何する？ついに始まりました、なことゆうきゃんの明日何する、略して何するラジオ。パーソナリティの元アナウンサーのゆうきゃんです。同じくパーソナリティのモデルでタレントのなこです。この番組は金曜日の夜だからこそ、明日から始まる土日がちょっぴり楽しくなるかもしれない、そんな情報バラエティ番組です。この土日に行きたい場所、やりたいこと、聞きたい音楽などなど、そんなバラエティに富んだ情報を元アナウンサーとモデルでタレントである私たちがそれぞれの視点からたっぷりお届けします。はい、リスナーの皆さんからのお便りも募集しています。調布 FM さんのホームページの番組表、金曜日夜10時30分の欄にリンクが掲載されています。そちらからお送りください。もしくはツイッターのハッシュタグひらがなで何する、カタカナでラジオ、ハッシュタグ何するラジオでも受け付けております。どしどしお便りを送ってください。今回は初放送ということで、私たちについてリスナーの皆さんに知ってもらう回にしていきたいなと思っています。はい、いや本当になこちゃんとの出会いもまだまだ私も浅いんでなこちゃんのことも知っていきたいなと思ってます。私もゆうちゃんのことを知っていきたいなと思ってます。いや楽しみだね。うん、はい、前半は私たちの自己紹介、そして後半は番組のテーマにちなんで私たちの土日の過ごし方について紹介します。もしかしたら皆さんの参考になるかもしれない、そんな情報もあるかもしれないし、ないかもしれませんはい、それではここで1曲お聴きいただきたいと思います。番組のテーマソングにも選ばせていただきました、結束バンドで忘れてやらないです。どうぞ。結束バンドで忘れてやらないをお聴きいただきました。こちらの曲をテーマソングにした理由なんですが、実はね、私となこちゃんもウォッチザロックというアニメが好きということで、はい、だよね、ドハマりしておりますめちゃめちゃ面白いよねめちゃめちゃ面白い。そうで、しかも、うん、私たち2人とも音楽活動をしてるっていう共通点もあったりとね。ね、そうなんですよ。ね、この話はちょっとまた後ほどこの後喋ろうと思うんだけどうん、でまあ2人のね結束も強めていきたいねっていうことで、こう結束バンドの曲で、しかも今のねこの2人でラジオをする時間っていうのは一瞬しかないと、大切な時間を忘れないようにしていきたいということで素晴らしい、深い意味を込めて選びました。はい、はい、ということで早速私たちの自己紹介をしていきたいと思うんですが、はい、まずじゃあなこちゃんからいきます。あ、はいでは行かさせていただきます丁寧皆さん改めてこんばんは。サンドの飯よりチョコが好き、その次にファンが好き、モデルでタレントの根岸なこです。はい、北海道出身で現在は埼玉県に住んでおりまして、2022年度のミスジャパンプレミアム埼玉県代表でした。お、身長172センチで体重ピーキロ趣味はアニメを見ること、コスプレをすること、そして特技はさっきもちらっとお話ししたんですけどドラムです。よろしくお願いします。わー、パチ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 いやー、すごい気になるワードがいっぱい出てきましたえ、まずなんかミスジャパンに出てるんだよね。出てました、去年の。すごい、まあスタイルいいからね幻想幻想いやいや見えてる見えてるえ、それは
ファイナリストっていうことかな、いわゆる。あ、そうです。日本代表を目指して埼玉代表として出場されてたっていう感じ？そうですね、ありがとうございます。え、なんか具体的になんかどういう、それはミスコンなの？何をこう競うというか。なんか SDGs を基本として、あの社会貢献活動をしながら美しさを競うというか。美しいだけじゃなくて、いかに社会に貢献できるかっていう感じかな。あ、そうです、そうはあ、すごいね。なので、あのミスコン期間も、うんうん、農場に行って畑仕事したりとか。すごい。してました。そうだな、なんかこう従来までのミスコンとなんかイメージが違うね。そう、すごい。え、あと趣味の方で、うん、コスプレも今やってるっていうこと？今もうちょこっとやってます。へえ、まあスタイルいいからね。かっこ2回目。いやでも好きになるのは小さい女の子なんですよ。あ、そうなの？そうなんです。まあでもこうさ、座ったらわかんないじゃん。そう、だからあのコスプレって大人数で合わせみたいな、同じアニメのやつで違うキャラでみんなで撮影するっていうのがあるんですけど、結構身長が合わなかったりするんで、もう私はもう淡々と一人でやるタイプでした。あ、そうなんだ。え、私もちょっとこの後喋ろうと思ってたんだけど、私も実は元コスプレイヤーだったから、ちょっとね、正直なこちゃんと合わせたいなって思ったよね。合わせたい、それは合わせたい。そう、私ちっちゃいから逆に。羨ましい。ちょうどいいんじゃない、こうね、大きいキャラとちっちゃいキャラでできるから。そうだよね、ねー、なんかそんな実は共通点がね、私たち多いんだなと思って。ねー。で、あと音楽もやってるっていうことで。うん、そうです。ドラム？ドラム。いつぐらいからやってるの？中学3年生ぐらいかな。あー、長い。じゃあだいぶ長いです。もう何年か分かんないです。すごい。じゃあ相当実力が。いやちなみにそのなこちゃんの演奏はどこかで見えたりするの？YouTube チャンネル個人のがありまして、おうおう、そこでアップしたりしているので、もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ私の自己紹介もしていきたいと思います。お願いします。はい、はじめまして、ゆうきゃんと言います。私は元アナウンサーで、現在は会社員で広報のお仕事をしています。で、お仕事の傍らライブ配信事務所321に所属をして、ショールームというアプリで毎日配信をしています。なので、会社員をしながら話すお仕事にもチャレンジをしているという形になっております。そして、私もね、音楽活動ということで、ライブにボーカルとして、出演したりしています。あとは、ポートレートモデルですとか、実はなこちゃんと似てるような、似てないようなわかんないんですけど、ミス酒愛知のファイナリストでもありました。おお、すごい共通点多いよね。びっくりしちゃった。そう、私はね、日本酒を広めるアンバサダーのミスコンのね、あの愛知大会のファイナリストでした。お酒好きなの？日本酒が好き、すごく。そう、それもあってね、出場してました。あとは、なこちゃんと同じでコスプレを、まあ昔ですね、私は昔やっていました。はい、それもあってアニメ、漫画、ゲーム大好きでございます。はい、同じくでございます。いや、嬉しい。なんかめちゃめちゃ本当にね、共通点があるから。本当に、なんかゆうちゃんがコスプレするって知った時にも、私テンション上がりすぎてその日眠れなかった。寝てちょうだい。いや、嬉しい、そうやって言ってもらえて。まあね、そんな感じで私たちがこれから番組を
楽しく盛り上げていこうと思うので、はい、リスナーの皆さんぜひよろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで私たちについて少しね知ってもらったということで、もしね他にもこういうこと知りたいななどありましたら、お便りにてお送りください。で、後半は番組名明日何するにちなんで私たちの土日の過ごし方を紹介します。はい、それではここで曲をお届けします。 YOASOBI で祝福です。こちらの曲は2022年11月9日にリリースされました。テレビアニメ機動戦士ガンダム水星の魔女のオープニングテーマとなっております。ミュージックビデオは水星の魔女のオープニング映像とリンクした内容のコラボレーション MV になっております。それではお聴きください。遥か遠くに浮かぶ星を思い眠りにつく君の選ぶ未来が望む道がどこへ続いていても共に生きるから、ずっと昔の記憶連れられ YOASOBI で祝福をお聞きいただきました。ここからは私たちの土日の過ごし方を紹介します。はい、ゆうちゃんは土日どうやって過ごしてますか？私はね、基本的にもう予定を入れまくる人で、もうもうだいたいね、何が多いかな、習い事、あのボーカルレッスン、はいはいはい、にで、あとなんかこう美容が結構好きで、例えばこうまつげパーマとかああ、私昨日行った、私も昨日行ったんだけど、すごいタイミング一緒じゃん、びっくりしました今はい、でそんな、まあ、美容、まつげパーマもだし、あとコルギとかわかるかな。コルギって何ですか？なんかこう小顔矯正みたいなこうゴリゴリする感じマッサージ的な感じ、そう、そういうのに行ったりとかかな、基本的には。そう、意識高いいやでもなんか昔美容にちょっとお金をかけすぎてこう家計が火の車になってしまったので。え、こんなにそう、でも私の中でこれ皆さんにもおすすめしたいんだけど、最低限これをやっとけばいいんじゃない美容があっておう、自分の中で、自分の中でね、まずそのコルギは、なんかこうむくみとかも取れるし、結構太っても顔がシュッてなるから太ったことが分かりづらいそれはどのくらいペースで行ってるの？月1かな、私は。そうだからね、月1ならまあいいかなと思って行ってます。そうで、コルギ、まつげパーマ、あと大事、眉毛の、私はワックス脱毛っていうのをしてるんだけど、あの、なんていうんだっけ、こうワックスをつけてこうビリって剥がすやつ、見たことあるそうそう、でもそれも本当に1ヶ月間何もしなくてもよくなるから、
へえ。このね、三種の神器ならぬ三種の美容をしとけば最低限いいんじゃないかなって思ってます。おー、パチ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 そう、昔はなんかこうジェルネイルとか、あー、うんうんうん、いろいろ言ってたんだけど、結構お金がやっぱりかかるなと思って、まあ、ネイルなら自分でも今できるから、シール貼ったりとかでジェルネイルできるので、うんうん、だからまあどうしても行かなきゃいけないなっていうのはこの3つじゃないかなと思いますおお、はい、その3つをすればゆうちゃんになれるっていうことですねなれるかどうかは分かんないけどねあのちょっと美容にお金をかけすぎて困ってる方はぜひ試してみてくださいさあ、そんななこちゃんは土日何してますか？私はあのこう見えて超絶アウトドア人間なのでいや、あのこう見えてというか見えてるよ、大丈夫。え、本当にいや、あの例えばお友達とかと遊ぶ予定とかがなくても私も一人でお出かけしちゃうタイプなんですよ。へー、甘いものがめちゃめちゃ好きなんですよ。うんうん。なんでスイーツを食べに行ったりとかが多分一番多いんですけど、うん、そのスイーツを食べるためにあのその分のカロリー消費で朝寝起きでランニングしてからあの食べに行ったりとかあとはあの家から徒歩1時間ぐらいかな、1時間圏内で行ける場所だったらもう運動がてら歩いて食べに行ったりしてますすごい最近だと、うんうん、家からあの片道50分ぐらいかな歩いた先に米田コーヒーさんがあることに気がついて歩いて期間限定の白ノワール食べに行きました。すごい50分はすごいね。1時間、片道1時間ぐらいだったら全然いける。すごい。え、じゃあもうそれだけ歩いてある甘いもの食べればなこちゃんみたいなスタイルがキープできるってことだね。うん、そう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 、そうだと思うそうなのかなえ、ちなみに最近ちょっと行ってみたいところとかはある？徒歩で。いや、もうありすぎるんだけど、うんうん、え、なんだろう家からね、多分1時間ちょっとぐらいのところにほうほう、スターバックスがあるんですよそこに行きたいえ、まだ行ったことないの？歩いて。まだない。あ、そうなんだ。ちょっと遠いなと思って、1時間過ぎるとちょっとなんか1時間までなんですよね、私の中のあー、1時間が行くか行かないかのポイントみたいな。そうなるほどね。結構あのスタバって時期によって新作が出るじゃんね、たくさん。そうだから、こう時期で出たら買いに行ったらいいんじゃないじゃあ、あ、分かった、次のやつ出たら買いに行きますあの出るごとにこう歩くみたいなやります、やります。ぜひコメダも期間限定の旅に行って、スタバも期間限定の旅に行ってください分かりましたはい、ということで私たちの土日についてお話ししましたはい、皆さんの参考になるようなお話はあったんじゃないでしょうか。どうなんでしょう。あったと思います。どうなのか、あったと思いますそうだね、もっとこういうところが、うん、もっとこういうところが知りたいとかあれば、あと皆さんも土日何してるよとかもしあればお便りにてお送りください。はい、それではここで曲をお届けします。ラブリーサマーちゃんで初めましてです。え、ラブリーサマーちゃんちょっと個人的に注目してるのでぜひ聴いてほしいなと思って選びました。はい、ラブリーサマーちゃんは、シンガーソングライターで愛称はラブサマちゃんなどです。キャッチコピーは
可愛くてかっこいいピチピチロックギャルということで可愛いかもしれないという希望を持ってもらうため、顔は公開せずに活動を行っています。そう、そしておじい様がですね、なんと作曲家の泉拓さん、見上げてごらん夜の星をとか幸せなら手を叩こうの作曲を手掛けています。いや、そうやって聞くとすごい方がおじい様な、そんなラブリーサマーちゃんでございます。それではぜひね、曲を聴いてください。どうぞ。さて、ここまでお送りしてまいりました何するラジオ、そろそろお別れのお時間です。番組ではリスナーの皆さんからのお便りも募集しています。番組の感想、リクエストソング、紹介してほしいことなどお待ちしております。調布 FM さんのホームページの番組表、金曜日夜10時30分の欄にリンクが掲載されています。そちらからお送りください。もしくはツイッターのハッシュタグひらがなで何する、カタカナでラジオ、ハッシュタグ何するラジオでも受け付けております。どしどしお便りを送ってくださいね。待ってます。さあ、来週の放送は今回の放送の再放送をお届けします。なので次回の更新は4月21日金曜日夜10時30分です。お楽しみに。はい、ではエンディングテーマソングは結束バンドで星座になれたらです。こちらもテーマソング同様、ぼっちザロックの曲を選ばせていただきました。私たちがつながって、そして私たちとリスナーさんがつながって大きな光になれたら、そんな思いから選ばせていただきました。はい、はい、それでは皆さん、おつなこキャン様でした。バイバーイ。バイバーイ。